違う、ちょっと消してましたおはよう、メイク途中でしたということで、今日も朝のメイクしながら始めよう。おはよう。もう20分くらいしかないわ。30分ちょっと遅れましたね。おはようございます。今日さ、夜さ、できないかもしれないと思って、ショールできないかも、夜だから。今日朝起きて急遽眠いとかじゃない、今日あんま寝てなくて、昨日2時前に寝て、今日は6時何時とかだったかな、7時前くらいに起きたから朝声が出ないですわ。朝声が出ない、おメイクだ。朝はちょっと声がカスカスですね。いやマジ最近、ね、いや寝不足だけど、ここ昨日と一昨日くらいで、ね、めっちゃ寝てたの、朝9時くらいまでそうだからね、元を取れたって感じ。まあ、でも良くないですね、今日は5時間くらいしか寝てないから良くない。もうちょっと早く寝るべきやったな。12時までに寝るつもりやったけど、いろいろやってたら2時前になりました。今日絶対起きれると思っとったけど、朝まあちゃんと起きれたのでよかったです確かに不安定生活のリズム。まあ、でも大体最近は同じ時間帯に寝るのが続いてるんでね、逆に安定っていうか寝不足だけどそれが安定してきちゃった。みんなさ、まだ今寝てるっしょ絶対それはバラバラか、もう動き始めてますよっていう人もおれば、まだ布団の中だぜイエーっていう人もおりますよ絶対。
朝ごはんがまだなのでね、本当起きてす今日布団から全然出れんかったわ、眠すぎて。寒かったし、めっちゃ寒い今日の朝、今朝めっちゃ寒いです。今日朝早いから寒ってなった。朝ごはん何食べようかな、何がいいと思いますか。何もないんだけど、全然うち何もないです。ご飯もパンもあって、どっちに食べようか先悩んでたところ、いやご飯がいいんだろうけど、朝からご飯が結構きついタイプやし、なんかスープとかお味噌汁もなかったから、ご飯だけ食べるのもなって感じなんで、薄切りパンがあったのでホットサンド作って食べようかしら。ふふホットサンド食べます。でコーヒーも飲みたいし、なんか朝ごはんと一緒にコーヒー飲みたいよね。別にご飯食べてからコーヒーもありなんですけど、ご飯お腹いっぱいになった後、なんかコーヒーもいいやってなっちゃうんだよね。だからパンと一緒にねコーヒーをいただきたいですよね。ファンデーションしようか悩み中。1か別私は基本いいかって済ましちゃいます、ね、いちご食べたい、最近いちご食べてない、めっちゃいちご食べたい、フルーツが食べたい、フルーツ全然食べてないんだ最近、フルーツ大好きなんですけどね、ビタミン摂取しないと。なんか昨日全然お野菜とか取ってないからやばい、お肌が絶対荒れてきちゃう。なんか最近食生活偏ってる気がする。やばい、昨日と一昨日の栄養バランスの偏りがえげつないんですけどやばい、今になって昨日夜になってやっとお野菜ちょんぷり取ったくらい、朝も夜もあんまだったし、一昨日とかほんとやばちょっと焦りますよね。まあいいことなんで、ちょっと偏ってるだけでこうやって意識が向くっていうことも、まあ成長したことですよ。そうだから常に栄養バランスを気にしているということです。素晴らしい、うん、でもお野菜取らないとね、ビタミン、ニキビとかすぐできてきちゃうから私。あ、野菜ジュースね、確かに、え、確かに睡眠も取ってないしビタミンも取ってない、一番いかんやつや、太りそう、わからんが。あ、40、やば、46分だから、ちょっと一緒しょしょってメイクしよう。野菜ジュースあんま飲んだことない。なんかおいしい、
菜も別嫌いじゃないんで、取れるなら取るべきだよね、ちゃんと直接。でも現状取れてないからジュース、まあ、確かにジュースは手軽にポンって飲めるからいいですよね。確かに確かに。で最近ニキビできてないんですよ。この前まで絶対あったのに、今な治ってる途中で、全部新規さんはまだ出てきてなくて新規さんまで出てきてなくて、さよならしていく人ばっかりだもんね。でもね、最近ちょっと生活がやばいんで、できてきて。てかさ、今更やけど、このヘアバンドつけたらめっちゃシュールじゃないですか。超似合わんけど、めっちゃね、これつけると超シュールな見た目になっちゃうんですよ。面白い。いまだに見慣れない、笑っちゃいますわ、自分でも。マンゴー味とかイチゴ味とか、そうなんだ。どんな味なの？野菜ジュースとか、そうか、あんま飲まないから、ね、ありだね。妹とかもさ、野菜そんな食べる方じゃないからさ、やっぱ子供だからどうしても嫌っちゃうから、ジュースである、ね、野菜ジュースどうですか、子供と飲むもんなんかな、野菜ジュースの飲ませてみるのもありやね。メイクすると気持ちが切り替わるようになりました。仕事前にカレンちゃんのメイク見てモチベーションアップしてますって。メイク動画、はい、こうやってねアイシャドウを乗せて、あ、15分経過しました。217日。ちょっとこれでスクショするの、今みんなスクショしないでね私のこのシュールなヘアバンド姿、日常ですよ。毎朝つけてますから、相棒です。お友達にタンプレでもらったやつだよ。今これスクショされたら超恥ずかしい。逆にいいね、貴重や。時間大丈夫？え、やばい、51分だから、じゃあもうね55分くらいまでメイクしちゃうよ55分くらいまでしちゃうか。いや本当は、え、6時な何分くらいだったかな、6時台に起きたじゃないですか、6時半くらい、40分前くらいだった。そっからメイクもして、ご飯も食べてショールームしようと思ってたんですよ。だから時間結構多めにとって7時半って言ってたんですけど布団から全く出れなすぎて、7時過ぎくらいから準備し始めたんで、バタバタっちょ。お腹すいた。今この配信、私の顔全然映って、鏡こっちに置いたらいけそうやね。どうかな、
ましたよ。だだだだだだ。スクショしちゃってた。早くメイクを下ろして顔をまともに写したいんですけど、メイク後でええやんってね。そうなんですけど、これをより先延ばしにしてしまうと私はメイクをするモチベーションがもう残っておらんです。なんか目入ってた。はい、さささしてください。吉田さん急いでください。吉田さん時間ないですよ。ほらもう53分、急いでください。最近パジャマ配信ない。確かに。なんでですか？お風呂入っちゃう前にやってしまうことが増えたりとか。え、昨日お風呂入った後だったんですか？確かに。ちょっと待って、鏡見よう。一発で綺麗に弾けるようになりたいな。爪で微調整。はい、よろしい。いけちゃったやん。終わったよ、もうちゃんとメイク。私のメイク時間いくつですか？超配信しながらなのに一瞬で終わっちゃいましたけど、すごいっすね、本当に。マジ何もやってないやん。ミストをぶっかけます。今日はこのかっこいい前髪でいきます。ちょうど55分。ちょっと前髪が逆にオシャレ、逆にセットしましたみたいな。ちょっと笑い声が。急いでやった感あるかな。横向いちゃダメや。癖って分かっちゃう。ちょっとおしゃれ風に全力で広げて。知り合いのママに似てる。何やそれ。あ、もう時間が57分。じゃあランキングを読みます。13位ぬっしーさん、ありがとうございます。12位はきぴっぴぴょんちーたんさん、ありがとうございます。
11位ひがさんありがとうございます。10位としゆきさんありがとうございます。9位あきふみさんありがとうございます。8位くもてつさんありがとうございます。7位ひでじろうさんありがとうございます。6位まさやさんありがとうございます。5位まもろしさんありがとうございます。4位ジョークスノーさんありがとうございます。3位とりおえじさんありがとうございます。2位はやちゃんさんありがとうございます。1位ももかんさんありがとうございます。ありがとうございます。で朝からありがとう、本当に急だったにもかかわらず。58分ですから、まあありがとう。ちょっと今日は夜配信できないかもなんですけど、今日も一日頑張っていきましょう。楽しんでいきましょう。イエーイ。じゃあみんないってらっしゃい今日も頑張りましょうね。ありがとうございました。バイバイ。